現在のこのタバコのです、ねえー、禁止の方向っていうのはまるであのと一緒ですね、まあ、よく恥ずかしくもなくダイオキシンの時にあんなに騒いで嘘をいくらでも言った人たちがまたタバコで同じような社会現象を作ってるっていうところがなかなかこの奇妙なところでありますがある方からタバコについて非常に厳しい反論が私の意見に対する反論が来ましたので。 その方にメールを返事したんですが少し長くなりましたので他に、えー、も今のところ大学進のと,ころと同じようにですねもう本当にこうカッカッとなっている人が多いもんですから一回もしこの私のですね、考え方をあ、えー、見て頂ければと思いましてそのメールの文章をほぼそのままですねここに貼り,貼り付けました、えー。まず論点の1はですね、まあ、1990年から2010年までの20年間ほぼですね 喫煙者の率というのは、男性で八十パーセントから四十パーセントへとほぼ半減し、女性は二十パーセント弱で不変でしたえ。タバコの販売本数は四億本ぐらいから、これも二億本程度と半減しておりまして、おおよその喫煙者の率と比例しております。一方、肺がんの方は、ですね。 まあ男性も女性もっていうのが女性はちょっと男性よりが少し少ないんですがえ大体4,000人レベルから4万人レベルへえ大体10倍年間の死者が増大しているということなんですねつまり喫煙者も半分になりタバコの販売本数も半分になったにもかかわらず肺がんが10倍になるとまあいうことをちゃんと我々は科学者として先入観を持たずにタバコの煙が臭いとかそういうことじゃなくて きちっとした誠意ある、えー、回答をしとかなきゃいけないというのが私の考えなんですね。つまりこの問題をどのように解析し正しい情報を国民に届けるかというのが科学者の役目だっていうことですね。でもちろん個別の個々と研究というのがあるんですが、タバコ吸ってる人と吸ってない人のタバあの肺癌の成り方とか、それからあのまあ 禁煙学会会といいいう団体があるんんででですすけけけどこれはは本当は学学つけちゃいけないんですよね学問は目的を持ってはいけないわけですから政治になっちゃいますからねまあだけどえまああのそういうものの結論が随分あるんですけれどもえ全体の傾向を説明できないで個別のデータだけを強調するっていうのは少なくとも科学者の態度ではないんですよ。政治家ではまあ悪徳政治家にそういうことがありうるということは言えると思います。 それからあーもしもですね、えー、このタバコの問題が個人の趣味の問題とかですね主義主張の問題になったらば、えー、私もそれほど厳しくやらないんですけれどもつまり曖昧でもまあ多少いいと自分はタバコを嫌いだとか言うたらいいですからねだけども国とか自治体単位でお金を使ったり強制力を働かせるもしくは個人の自由を束縛するってことになるとですねこれは当たり前ですけども 感的でしししっかりしたデータと根拠ななきゃいけないけそれからまあ私のような反論具体的な根拠を示した反論についてはですね、まあ、誠意を持って答えるのがですね、えー、まあ私言葉はあまり好きじゃないんですがせあの説明責任というもんだろうと思うんですね。それからよくですねあの年齢があのあ高寿命になったからとかですね喫煙本数がまかあの 増えたからっつった説明があるんですけれども、私はそういう反論がありますと必ず自分で再計算してみるんですけれども、えー、実際はですね、公表されているものと違う結果になることが多いんですよ。えー、補正してるっつって補正の方法が書いてあるからその通り補正するとですね、そのそうじゃないっつのが多いんですね。こういうことは実は主義主張が入るときはもう必ず起こるんですね。多くの人はですね、そんな科学者が嘘つくことないよって言うんですけども私の 非常に印象としてはですね、経験としては、えー、リサイクルをしないでえっ、ー、とゴミをそのまま捨てると8年で、えー、廃棄物処理場が満杯になるってもう何遍も言われたので、私があ日本の廃棄物処理場の容量と出てるゴミの量で計算すると150年という答えが出てきたわけですね。なんだこれはと思いましたね。まあその頃私は国とかですね、国に関係している科学者がそれほど 露骨な嘘をつかないと思ってたんですけれども、やっぱりそうなんですね。そしてこういったあの健康に関するとか安全に関する嘘っていうのはですね、まあ、非常に大きな犠牲を出すことが多いんですよね。えー、例えば東日本大震災なんかもですね、えー、地震の予知ができないっていうことが学問的に分かっていながら東海地方にあの最初に地震が来ると言って、他の地域が油断しちゃいますからね。この油断するってことがなければ。 東海地方だけ注意して他のところも警戒してればいいんですけどやっぱり人間はそうはいかないんですね。そうしましたら阪神・淡路大震災があり新潟方向で2つの地震があり東北大震災があり全く地震が来ないと言われていた大阪じゃ鹿児島で地震鹿児島じゃく熊本で地震がありさらに大阪は確率0から0.1%っていうところで地震があるっていうですねつまり嘘をつくこれ嘘なんですよ。 つまりどういう嘘かっていうと、えー、もちろんあの東海に地震が来ると思ってたっていう人だっていいんですけどそれが科学的根拠に基づいてないっていうことはですね、まあ、物理をちょっと勉強した人は分かるわけですから、えー、つまり自分が分かることを分からないふりをするっていうのはやっぱり嘘の部類なんですね。の、まあの時もそうでで、でした。えー、ダイオキシの人体にに、対する影響が分からないまま1999年までに まあダイオキシンは猛毒であるというのを繰り返し繰り返し科学者が言ったわけですが私が1998年ぐらいからえ本格的に調べ始めたら人間に対するデータがないということが分かったわけですね。それで1999年から2001年の3年間で約私が読んだのは190本ぐらいなんですが論文が次々と出ましてそれを一生懸命読んでるとダイオキシンに毒性は非常に弱いと。 まあ弱いっつってどのくらい弱いかっていうとまあえダイオキシンをどんぶりに1杯ずつ毎年毎日食べてたらまあ1年ぐらいだったらあ症状が出るかっていうのはなもんだとですから史上最強の毒物とかですねまあそういうような類のもんではない通常の化学薬品のうち比較的毒性が弱いものだけど毒性があるぐらいというのがまあダイオキシンだったんです。ですけど当時のことを思い出し であの思い出すことができる人がいたらぜひですね、まあ、どのくらいダイオキシンで隔下しててどのくらいお金を使ったか、まあ、湯水のように使ったわけですね。今学学生生にダイオキシンのことを話しても知らないがつまりですね、えー、ダイオキシン報道っていうのは2005年ぐらいからなくなっちゃったんで今から13年前ですよね。だから学生は18歳で大学に入ってくるんで、まあ、今年入ってきた学生はですよねだから知らないんですよ。 だから、あれだけ騒いだものが、今の学生が知らないということは一体何かということですね。まあ、タバコもそうなると、私は思うんです。特に副流煙ですね。タバコは。まあ、血管系とか呼吸器系に若干の問題がありますが。副流煙は、まあ、えー。発がん性が非常に緩いので、人間の発がんを抑えるという意味で。 旦那がタバコを吸ってる家の奥さんというのはまあがんになりにくいんじゃないかとそのうちデータが出てくるんじゃないかというふうに思うんですけどね総合的に人間の,かあの健康というのを考えそこにたあ携わる科学者とか医療関係者がですね自分の科学的な信念ですね例えばここに書いてありますように。 コート研究とか個別の研究で喫煙とか副流煙がどういう影響があるという論文があっても構わないんですけどもそれは全体の傾向を十分に合理的に説明しうるかということをきちっと厳密に考えるっていうのが私たち科学者が受けている訓練なんですね。ですからまあ本当にたばこの害を強調して商売をしている人が多いわけですが。 まその人は本当に人の健康をまあ商売にするってことであんまり感心したことじゃありません。